はい、皆様こんにちは、ユージンでございます。さあ、本日からプラネットズ実況シーズン2が始まります。これまで73パートにもかけて作ってきたこの動物園を手直ししていこう、なんだったらもう作り変えてしまおうというテーマでやっていくのですが、記念すべき第1回目となる今回は、まあもちろんそれに見合ったものでなければいけません。というわけで本日やっていくのはエントランス改築でございます。やっぱりね、エントランスはその動物園の第一印象なわけですからね。まあだらだら話すのもあれなんで、早速行きましょうか。レッツゴー。さあ、それではやっていきましょう。今回エントランス部分を作り変えるにあたって、事前にですね、この辺りに建てた建築物は全て消しております。以前はね、確かこんなものが建ててありましたが、まあ今後これを見ることはもうないでしょう。そしてもう一つね、事前の準備として、お客さんたちほぼ全員を退園させております。これなんでかと言いますと、まあ単純に作る上で邪魔になってしまうからなんです。もちろんね、お客さんがいなくなったことで収入が一切なくなってしまうという心配がありますが、はい、ご覧ください。私がね、これまでの経営で貯めてきたお金はこれだけたくさんあるんです。そう簡単にはね、底をつけない金額ですので、安心して建物作りに取り組むことができますと。まあさらに言えば、建築中はですね、基本的にゲーム内の時間止めて作業をするので、時間が止まっている間は動物にかかる餌代といったお金、そして従業員に払う給与など、まあ、あらゆる経費を支払う必要もありません。準備万端なんです。準備万端バタコさん。さあ、すいません、それではやっていきましょう。今回のエントランスのデザインのテーマなのですが、以前建てた爬虫類館同様ですね、モダンで行こうと思います。まあ私自身ね、モダンチックな建物が好きだというのもあるんですけれども、やっぱりこう見ていて一番整った美しさがあるのがこのスタイルなんですよね。皆さんも好きでしょ、モダンね。そしたらまず最初にですね、屋根から作りましょう。その屋根に使うパーツなのですが、もう私のね、大親友と言っても過言ではないこちらのパーツを使います。はい、六角パネルさんですね。いつもお世話になっております。これをですね、このように横につなぎ合わせていきますと。よいしょ。で、続いてこのつなぎ方でできたこの部分ですね、この部分にこちらの三角形パネルをはめていきますと。はい、出来上がりがこのような感じになりますね。いわゆる平行四辺形という形ですよね。そしたらですね、続いてこちらの新世界の建築物張りペイントというパーツを使います。これをですね、この端の部分にこうして取り付けていきますと。こうですね。はい、こんな感じでございますね。で、このままね、こうまっすぐ伸びた屋根でもまあいいのですが、せっかくなのでちょっとこれを曲げてみようと思います。どういうことなのかと言いますと、ちょっとご覧になっててください。いいですか。こうして、複製した針を、角度調節モードでちょっとだけ下を向くよう傾けますと。この操作をですね、繰り返して少しずつ曲げていきます。はい、出来上がりました。こんな感じですね。ちょっとずつ角度を変えたことで、こう見た目滑らかな曲線が出来上がりましたと。そしたらですね、今度はこの針に合わせるように最初に作ったこちらのガラスパネルたちの角度も変えていきます。はい、完成いたしました。どうでしょうかね。まあよく見ていただけるとわかるんですけれども、最初作り始めた時よりも少し緩やかな感じに作り変えました。ちょっとね、最初に作ったのを曲がりすぎてて、屋根としての機能をね、損なってしまっていましたので、修正いたしました。そしたらですね、ちょっと色を変えましょうか。まあ確かにね、縁の部分が白っていうのもすごく綺麗でいいのですが、これをですね、木材のような茶色に染め上げたいと思います。おい、わあ、いいですね。私この色すんごく好きなんですよ。皆さんもね、ちょっとぜひね、この色を使ってみてください。カラーコードは、783F04 でございます。
そしたらですね、この出来上がった屋根パーツを複製しまして、ちょっと上に上げまして、角度をつけましょう。こんなところでしょうかね。でもう一度これを複製しまして、さらに奥に持ってって上に上げて、角度をつけまして、こんなところでしょうかね。はい、こんな感じでしょうかね。うん、これがですね、今回建てる建築物の屋根の、メイン部分となります。これをベースにですね、下の部分、土台部分を作っていきましょう。さあ、そうしましたら、まず最初にちょっと歩道を作りたいのですが、そうだな、ちょっとあえて真ん中を削って、こうなんていうんですかね、両側から歩く感じにしましょうか。こうでしょうかね。で、この区切られた歩道をベースに、壁を張っていきましょう。今回使うこちらの壁は漆喰の壁と呼ばれるものです。結構ね、万能な壁なんです、皆さん。はい、このね、デフォルトの色があんまり良くないから、結構ね、使わない方多いのかもしれませんが、例えばですね、じゃあこれをじゃあ全部選択して、色を変えてみましょう。はい、ご覧くださいね、ものすごく綺麗でしょ。そしたら歩道をまたいで、こっち側にはですね、こんな感じで窓ガラスを貼っていきます。とりあえずちょっと適当に広めに空間を作るように貼っていきましょう。そしたらですね、この窓ガラスに重ねるように今度はこのね、木材の壁を貼っていきますと。そして同様に上の方にも今度はですね、まあ高さ2メートルの木材の壁をくっつけていきます。ちょっと真ん中の方にも、こんな感じで取り付けていきましょうか。よいしょ。はい、そうしましたら、続いてじゃあここのこの真ん中に映ってる建物に、屋根を取り付けましょう。今回はですね、スレートの屋根と呼ばれる、屋根パーツを使っております。これをこのように一面ね、敷いていきましょうか。こんな感じかな。よし、ちょっとこっちにも屋根を取り付けて出っ張った感じにしてみましょうか。こんな感じですね。そしたら続いて今度は先ほども、曲がった屋根を作る時に使ったこの梁、ちょっとねごめんなさい、黒と黒がね重なってて見えづらいかもしれませんが、この真ん中に映っておりますこの梁を、屋根のパーツに沿うようにしてこうやって設置するんですね。はい、出来上がりました。こんな感じですね。うん、よしよしよし、 OK OK、 いい感じでございます。そしたらですね、今建てたこの建物をですね、こんな感じで早速、増築いたします。こうやってちょっと壁伸ばしまして、よいしょ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 と OK。 はい、とりあえずこんな感じでございますと。でちょっとね、この部分開けているのですが、せっかくなのでここに立っているこの建物のデザインをちょっと参考にしてみようかと思います。具体的に言うとこの壁ですね。はい、左から木材、そしてひび割れ模様のガラス、ガラスと、これをねちょっとね作っていきたいんですよ。早速ですね、まず壁を設置して、漆喰の壁を設置、隣にも設置、これのカラーをちょっと変えましてホワイトに、そしてひび割れガラスですね、これをこんな感じで設置いたしますと。高さ1メートルの、木材の壁を設置しまして、で上に、ちょろっとですね、こちらも1メートルの高さの、漆喰の壁をこんな感じで設置しまして、奥側の方も壁も伸ばしておきましょうか。そして最後に、金属パネルの屋根を取り付けまして、はい、これで完成いたしましたと。ね、意外と、再現するのは簡単なんですよ。うん。そしたらじゃあまだ、屋根がかぶさってないところにも、屋根取り付けていきましょう。とりあえずこんな感じでペタッと貼り付けていきましてと。で、もうちょっといきましょう。この辺りもどん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 貼っちゃいますと。そしてこちらおなじみ梁ですね。これを、こちらの屋根の縁の部分に取り付けていきます。こんな感じで横にぐーっと、はい、とりあえずこんな感じですね。うん、やっぱね、梁があるのとないのとで全然屋根の印象が変わってきますよね。そういう意味で梁って結構ね大事ですので、皆さんもね活用してみてはいかがでしょうか。
よし、そしたら続いて今度は、こっち側行きましょう。左側ですね。まあとりあえずこっちはですね、こんな感じで豆腐みたいな感じに作っておきましょうね。美味しそうだね。ちょっとこの真ん中にも、屋根を立てて、はい、豆腐。そしたらこの豆腐から、漆喰の壁1メートルを伸ばして、先ほど作ったこの建物に、ぶっ刺しますと。で、同じことをこっちの左側の建物の方にもしましょう。ほいと。そしたらこんな感じで、すりガラスの、屋根を使って上を覆ってしまいましょう。よし、とりあえずここまでできましたと。うん、ちょっとね、内容カットいたしましたが、左側の部分もこんな感じで木材の壁を挟んだりしてね、ちょっとね、着飾ったお豆腐にしてみましたと。うん、そしたらですね、この正面の部分にちょっといろいろ装飾をしていこうかなと思います。こちらにもですね、先ほどと同じようにひび割れガラスを設置しまして、で、こっちの方にも高さ1メートルの、窓ガラスを設置しておきましょう。そしたらですね、このひび割れガラスの手前にちょっと花壇を設けようかなと思います。で、ちょっと場所確保するため歩道を消しまして、で、今開けた場所に今回はですね、このカーブした木材の壁を設置しますと。で、ここにですね、花を植えるための土をこんな感じの形してるんですけど設置していきますと。はい、こんな感じですね。結構ね、綺麗に土を盛ることができました。で、これを全部指定してコントロール D で複製しますと。複製したやつちょっと上に上げましょう。ズズズズズーっと、ちょっと奥に持っていきますと。こんなところかな。もうちょっと行こうか。この辺りでしょうかね。よし、 OK。 はい、とりあえずこんな感じで、2段に重なった、花壇が出来上がりました。で、やっぱりエントランスといったら何かこう象徴的なものを置きたいわけですよ。そこでまあいろんなね、センターピースと呼ばれる、彫刻がたくさんあるんですけれども、そうだな、じゃあ何を置こうか。いろいろね、種類はあるんですけれども、そしたらやっぱりこの子にしましょう。新世界彫刻クマ。はい、こちらのクマさんですね。皆さん覚えてますでしょうか。一番最初にね、エントランスを作った時もこのクマさんの彫刻が登場いたしました。今回もですね、まあその名残ということでこれを使っていきましょう。で、今度はお花なのですが、クマさんたちはね、基本的に、寒い地域に生息する動物さんなので、植物もですね、その環境にしか生えていないものを、ここに植えていきます。そしたらですね、上段にはファセリアと呼ばれる植物を植えていきました。続いて今度は下ですね。そしたらですね、今度はこちらの、リンネソウと呼ばれる、植物を植えてまいります。とりあえずこんな感じで、はい、どうでしょうか。ミニ花壇の完成でございます。いや、いいですね。ついつい写真を撮りたくなってしまいますね。私の動物園に来ましたよっていうのをね、ぜひともお客さんにはね、この彫刻のクマさんと一緒にね、撮ってくれたらなと思います。そしたら今度は動物園の看板を取り付けてまいりましょう。まず最初に私の名前のスペルですね。まず、友人の Y、UJI、 そして N と。で、続いて今度はZOOの文字ですね。 ZOO、 そして O と。よし、どうでしょうかね。あ、いいですね。うんうんうん、いい感じでございます。これ結構ね、遠くからでもはっきり見やすくて、だいぶ、印象に残りやすいと思います。で、ちょっと色を変えたりしてもいいかもしれませんね。オレンジ色とかどうでしょうかね。あー、いいですね。あ、いいね、いいね。さっきの白よりもこっちの方が見やすいですね。じゃあこれでいきましょう。そうしましたら続いて今度は、じゃあちょっと床部分に注目していきましょう。ただいまですね、私がこうして敷いているこの歩道なのですが、こちらはですね、ヘリンボン模様の歩道と呼ばれているものなのですが、ちょっと一つ気になる点がございまして、これね、ズームすると、もっとはっきりご覧いただけると思うんですけれども、はい、ちょっとね、汚いんですよ。
そうなんかねこう砂なのか塵なのかよくわかんないですけど、そんなようなものがそれぞれのレンガの溝部分にこう溜まってる感じがどうしてもねあんまり好きじゃなくて、こうやってね引きで見る部分にはあまり目立たないんで綺麗に見えるんですけども、ちょっとこの辺りもこだわっていこうと思います。でじゃあどうするのかと言いますと、ここで一つじゃあテクニックを使いましょう。今回はですね屋根パーツを使って綺麗な床を作り上げます。こちらの石レンガ壁床を使っていきましょう。はい、こちらですね、もう壁なんだか床なんだかはっきりしてほしいんですけれども、これをですねシフトキーを押しながらこうマウスで下にズズズズズっと持っていきます。持っていってもう床との段差がないぐらいまで持っていきましょう。この辺りでしょうかね。じゃあここに設置、はい、ご覧ください。もうほとんどね、歩道との段差がありません。それぐらい細かく高さ調節をいたしました。これを、そしたら一面敷いていきましょうか。こんな感じで。はい、どうでしょうか。これによってですね、先ほどの歩道が、石レンガのね、床に様変わりいたしました。こっちの方がね、こう見てて私は綺麗だなと思いますので、このスタイルでやっていこうと思います。よし、そしたら本日の建築はここまでといたしましょう。お疲れ様でございました。エントランス建築自体は次回も続きますので、ぜひね上がり次第ご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは